はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回はプロミスシンデレラの第8話について3分ほどで話したいと思います。最後の方には私のライブ情報などを話していきたいと思います。今回のプロミスシンデレラは、感想で言うと松井玲奈が怖いという、もうそういう回でした。ずっと怖いですけどね、さらに怖い、とうとう人を突き落とすっていうね、もうこれはもう殺人未遂ぐらいなね、もうかなりのもう崖に人を落とすっていうね、これ違うドラマだったらもう大事件ですよ、これもうね、船越英一郎さんいたらもうやばい感じですよこれ。でね、今回は岩田のガンちゃんと、前田ゴードンさんですがね、岩田のガンちゃんは断られちゃったけど、前田ゴードンさんはうまくキスができたという回でしたね。ね、金子信明さんもね、ちょっと金子信明さんらしさ一瞬出ましたね。どういうことですかみたいなね、いいですね。もっと出してほしいですね、この視聴者の声はそっちにありますよね。金子の真木さんがこうね、ちょっと強いところを見せてほしいですよね。まあね、運命の花火デートっていうタイトルでしたけれども、結局はね、一緒にはね、前田ゴードンさんとは見れなかった。二階堂ふみさんがね、もっとはっきりしないといけないのかもしれないですけどね。はっきりしてそうだけどはっきりできない、こう優しさなんですかね。だからまあこれ見てると本当にね、あの岩田のガンちゃんがちょっとねかわいすぎちゃって、これファンは怒らないんですか、これはね。いや、いい役ですみたいな感じなんですかね。なんかってかわいす、なんかあまりにもかわいそうな感じに映ってるような気がするんですが、そんなことないんですかね。まあそんな感じでね、もう最終的になんかこう今日のね最後の方だと、もう前田ゴードンやりましたねみたいな感じはしましたけどね。まあ次回楽しみにしたいと思います。さて私は、金曜日にね、ライブがありますから、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、最近はというとね、あれだね、あれを見たんですよ、映画太陽は動かない。私の LINE 公式アカウントでもこの太陽は動かないについてちょっとね書いたんですけれども、今ということをね、今過去今未来ってあるじゃないですかね、言われている、いわゆる過去といわゆる今といわゆる未来っていうのはね、普通のなんだろう、こう概念として大体普通の人あるんですが、この今というものをね、まだあんまりみんな理解してないんじゃないかとね、こう思うわけですよ。はい、まあそれについてね、太陽は動かないではね、そうそうそう、そういうことみたいな部分はありましたから、ぜひ今がわからないっていうのにぶつかってる方がいたら、いないかそんな人なんとなく過ごしてるかもしそういうのね、なんかあんまりうまくいってないなっていう方はね、見ていただいて、この今というものを捉えれば結構いいんじゃないかと思いますよね。まあ未来っていうのはやっぱ今が作ってるっていうことを、こうなんだろうね、ちゃんと落とし込めるかっていうところが問題なんじゃないかと思いますよ。で、なんだっけな、あの人、市原さんがね、いいですよ。ちょっとでこの死んじゃうんですけど、いい役者さんだなと思いましたね。なんか太陽は動かないっていうのは、その俺が見たのは映画なんだけど、その前になんかワウワウドラマとしてなんかねあったみたいで、映画の最後にそういう場面がバーって出てきたから、そっちも見てないとあれなんでしょうけどね。まあ俳優産業スパイみたいなのはね、ああいう感じでいるのかっていうところはちょっと疑問ですが、ね、はい、ぜひ皆さん気になった方はそっちの方も見てください。
この番組ではドラマ映画などについて話してますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日、バイ。